は、プレナスなでしこリーグ第15節において、リーグ通算200試合出場を達成しました。それでは、安藤選手をお迎えします。皆さんどうぞ大きな拍手をお願いいたこうして皆さんにお祝いしてもらえて、
そのことがすごい嬉しいです。そうですね、たくさんあるんですけど、今日のこの試合が思い出になりました。そして安藤選手、今日もゴールを決めて活躍なさいました。ご自身の今シーズンについてはどう考えますか？そうですね、途中からの出場が多かったんで、途中から出て、しっかり流れを変えなきゃいけないと思って、そういうちょっとプレッシャーもあったんですけど、そういうのに勝っていくのもすごい楽しかったですし、最高の仲間と若者たちとプレーできてすごい楽しかったです。素晴らしいプレーでした。そして安藤選手ですが、現在ですね、今日を含めて105得点挙げています。特に印象に残るゴールシーンなどはありますか？今日のゴールですかね。試合前からと若者たちにしっかり足振り抜いていってくださいって言われてたんで、決めてみんなも喜んでくれたんで、またこう優勝も決めた試合で、すごい今日のゴールが心に残ります。そして復帰当初はやはり優勝するために戻ってきた、そしてドイツでの経験やなでしこジャパンでの経験を若い選手たちに伝えていきたいと言っていました。今期のチームをご覧になっていかがですか？そうですね、一人一人がしっかりやるべきことをやっていて、自分も一緒にやってる仲間がすごい頼もしかったです。そして安藤選手は先ほども熱いサポーターの皆さんがいるここ浦和駒場スタジアムでまたプレーしたいとおっしゃっていました。今日はこんなにもたくさんのサポーターの方がいらっしゃってくださっています。サポーターの方に最後に一言メッセージをお願いします。本当に皆さんのおかげでここまで200試合達成できたと思います。本当にありがとうございました。安藤選手、おめでとうございました。それでは皆さん、どうぞ温かい拍手でお送りください。出場